皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。はい、今日はですね、割とコメントでもいただくことの多かったミズノのジスト Z0 カウンターの方を紹介したいと思います。はい、でこちらのジストの Z0 カウンター、この特徴なんですけれども、公営用ラケットとしては非常に短いです。 685mm です。この 685mm というのは、まあ前衛ラケットでも使われているぐらいの、まあ、操作性の良い短いラケットですね。まあ、その分しなり感は少し少なくなるので、まああまりボールが飛ぶというラケットではありません。ただですね、前回ご説明した DI の Z エアロですね、同じような公営用なんですけど短いよっていうラケットに比べて、フレームが非常に細く薄くなっております。 DI の Z エアロが比較的公式ラケットのようなですね、コンパクトなスイングを、まあ、するプレイヤー、サーブ&ボレーとかで速い攻めをするプレイヤーに向いてるのに対して、まあ、比較的しなり感があるので、まあ、従来通りのしっかりテイクバックを取ったスイングをするような選手にも向いているかと思います。でさらにですね、同社の公営用ラケット、一般的なもの、例えば Z0 なんかと比べると、こちらが 700mm、 こちらが 685mm なんですけれども、この短くなることによってですね、追い込まれた時のカウンター攻撃というのが決めやすくなっております。まあ、どうしてもラケットが長いとですね、追い込まれて、まあ、エンドラインギリギリまでやられたボールっていうのはね、非常に攻撃に転じにくいんですけれども、まあ、こちら短いので、しっかりテイクバックを取って振るときとかでもね、より振り抜きがよく、さらにヘッドがすごく重いので、まあテイクバックを取ってから振り抜くまでの加速がすごくつきやすいです。ですのでこちらのラケットなんですが、まあ、とにかくボールを叩き込みたい、相手コードにバンバン打ち込みたいっていう方なんかに非常に向いてるラケットかと思います。こちらの方なんですけれども、組み合わせるストリングの方ですね、まあ、例えば最近のものであればミズノのマルチファイバードライブが一般的には使いやすいかなと思います。でもし、パワーに自信のある方、力に自信のある方でしたら、少し固めでミクロパワーなんかを張り上げてもいいと思います。まあ、しなり感のあるラケットですのでね、ドライブ回転も非常によくかかりますし、ちょっと一部使われる方が限定されるんですが、上級者の方のね、すごい心強い武器になるかと思います。万人に勧められるラケットではないんですけれども、まあ、腕に自信のあるプレイヤーにはぜひおすすめしたい一本になっております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ミズノジスト Z0 カウンターはラケットハウスキングの通販、また店頭の方でも好評販売中です。概要欄にリンクを貼っておりますので、ご購入希望の方はそちらからご購入いただくこともできます。ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、この動画を見て面白いと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。